卓球、WTT コンテンダーザグレブ2023日程。6月26日から7月2日場所。ザグレブ、クロアチア、写真、世界女王を打ち破り笑顔の平野美宇、6月26日から7月2日にかけて開催された WTT コンテンダーザグレブにてパリゴリン国内選考会2位の平野美宇、木下グループ。が、決勝で世界選手権金メダリストの尊敬さ、数人者。 中国、2ゲームカウント4対3のフルゲームの末勝利して、センセーショナルな優勝を飾った。日本でも、ハリケーンヘイヤ、と称されるように、両ハンドでの高速卓球で世界から一躍注目された平野であったが、特に中国選手相手には、深くコントロールされたボール出台から距離を取らされ、持ち前の武器を活かせないことが多かった。近年の強化の回もあってか、 これまでとは違った武器で、今大会もリュウウェイさん、クワイマンと中国選手2名に打ち勝っている。一方の孫は、言わずと知れた世界女王であり、小さな体からは想像もできないフォアハンドの強打が持ち味だが、バックハンドの安定したラリー戦も世界屈指のレベルで穴がない選手である。その持ち前の武器を生かし、シングルスでは海外選手相手に意図を見ま、スターツ以来、 4年以上も無敗という脅威の実績を誇っていた。世界からもパリゴリン優勝候補と目されている。今回は、世界最強の孫相手に平野が勝利を手繰り寄せた3つの秘訣に迫る。一巡横回転サービスフォアの多彩なレシーブ。写真、平野美宇、木下グループ、提供、WTT。 中国選手相手に最も重要となるポイントに挙げられるのがサービスレシーブである。今回の対戦では平野のサービス、レシーブが非常にハイレベルであったと言える。平野は代名詞の巻き込みサービスを中心に近頃の試合で使用頻度が増えてきた順横回転のサービスを織り混ぜる組み立てを見せた。これにより孫に回転に慣れさせることなく チキータの質を落とし、平野の得意なバック対バックに結びつける展開で先手を取らせなかったことが功を奏したと言えよう。また、特筆すべきは、フォア前のサービスに対する多彩なレシーブである。ゲームの序盤から孫のサービスに対し、ストップを多用した平野。孫がストップに対して反応が遅れたのを見逃さなかった平野は、 ストップと同じタイミングからツッツキを織り混ぜることで、孫を揺さぶる。加えて要所ではクロスへのフォアフリックを見せることで、孫に3玉目攻撃の的を絞らせなかった点は素晴らしかった。極めつけは、ゲームカウント3対3の7対5で見せたハーフロングサービスへのフォアドライブでの得点。終始先手を取り、孫に万全な体勢で攻撃をさせなかったことで、 その後のラリー戦の主導権を握ることにもつながり、最も大きな勝因となった。